けらじの LINE アップでは私たち声優への質問を募集しております。送られてきた質問の返事は動画内でさせていただきます。視聴者様のペンネームも紹介させていただきますので、ぜひ友達追加お願いしますね。皆さんこんにちは、こんばんは。皆さんは鋼の錬金術師フルメタルアルケミストというアニメをご存知ですか？今年12月に実写化映画の公開が決まり、現在注目のアニメの一つです。大雑把に言うと、主人公エドワードとその弟アルフォンスが国のゴタゴタに巻き込まれて、結局国を救っちゃうって話。大雑把すぎるとか言わないでお願い。え、知らないって？え、知らない？今知って。今から私が好きなシーンちょこっとだけ紹介するから。しんみりシーンで申し訳ないんだけど、マース・ヒューズ中佐のお葬式のシーン。その時娘のエリシアちゃんがお母さんに言った言葉、ママどうしてパパ埋めちゃうの？そんなことしたらパパお仕事できなくなっちゃうよ。パパお仕事いっぱいあるって言ってんだもん。やだよ、埋めないでよパパ。ダメだ、このシーン思い出すと泣きたくなっちゃう。その場にいた大総統がね、悲しんでるふりしてエリシアちゃんのことうるさいって思ってたんだって。ちょっと大総統嫌いになっちゃった。でもほんといいお父さんなんですよね、ヒューズ。すごい愛妻家で親バカで。最後にこのアニメの中で好きなセリフを一つ。立って歩け、前進め、あんたには立派な足がついてるじゃないか。このセリフ、明日も頑張ろうってちょっと思えてきません？エドワードのね、本当の声すっごくかっこいいから、ぜひ聞いてみてください。とても愛に溢れてるなって思います。あ、私の好みばっかり語っちゃいました。聞いてくださった方々ありがとうございました。それではさようなら、バイバイ。私たちの声を早く聞きたいって方にはチャンネル登録をおすすめしてます。ぜひしてくださいね、お願いします。次の動画と前の動画はこちらから。かけらじ声優のゲーム実況もやっています。こちらもぜひよろしくお願いします。